はい、こんにちは、長澤です。今日はですね、新庄市民プラザに来ております。でもですね、プラレールの超でかいやつが展示されているということですね。こちらですね、プラレール会場になっております。今日は南ちゃんと2人でねやってきました。じゃあ早速会場を覗いてみたいと思います。はい、行ってみよう。テンション低い、寝起きだからね。プラレール会場。これもプラレール。これプラレール買ってる。行くべ。うわ、すげえ人。こんにちは。全然知らない。すげえことなったけど。ネコレコでした。マジか。マジか、マジか。すげえ。
よいしょーと、超巨大プラレール展示をね、見てきたわけですけども、なぜ、新庄で行われているかというとですね、まあ、行く前に調べろよっていう話なんですけど、実はですね、カムテン市新庄丸ごと100円商店街っていうね、こういう催し物がまずあるわけです。はい、まあ、100円商店街っていうのはですね、まあ、新庄の商店街を中心にですね、まあ、100円で、いろいろな買い物ですとかね、サービスを受けてですね、100円の円、円っていうのはまあ100円、お金の円なんですけど、まあ、円をね、つながりを作るというね、縁結びの縁ですね、そこにかけてね、100円商店街っていうことで、出会いですね、100円で出会うということで、まあ、いろいろやってるわけです。でこの催しの中でですね、日本最大級のプラレール展示ということで、こういった形で執り行われたということですね。で、実際にこの実行している人たちっていうのは、まあ、あのプラレールの愛好会みたいな、あの日本全国回ってるような方々が協力してやってくれたということで、まあ、他の土地でもね、今後予定されているようです。予定表ちょっともらってきたので、この辺にちょっと出しておきますけども、詳しいことはまあ、そちらのサイトの方を見ていただいて、近いところで、展示ある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで日本最大級の巨大プラレール展示を見てきたという動画でした。バイバーイ、また見てねー。